はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ゲームは008911です。と今回も一番くじを引いてきましたね。鬼滅の一番くじ、8回というか10回やったんですけど、他の、やつはちょっと職場の人に売りました。はい、1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、8回引いてきましたね。結構ちょっと日にちが経っちゃって紹介するのが遅くなったんですけど、こんな感じでね、8回中、J が2個出ました。キュンキャララバーコースターですね。ラインナップもう開封しちゃってるんですけど、こんな感じです。天元さんと猪之助が欲しかった。電池も可愛いですよね。可愛い、しのぶさんも可愛い。はい、こんな感じです。なんかランダムになってて何が出るかわからないんで、ちょっともう開封してるんですけど、一つ目がイグロさんですね。合ってるかな、イグロさんで。はい、イグロさんですね。ここのチャームのところかな、紫になってて可愛い。ちょっとヘビ苦手なんですけどね。で、ムイ君ですね。イチロー、私イチローで呼んでます。ここはやっぱ可愛い、可愛いですね。やっぱ可愛い。はい、キュンキャラということで、こんな感じですね。引きました。結構大きめですね。これ使えます。カバンとかにねつけてもいいかなと思います。ちょっとはけていきます。で、次がアイショーのクリアファイル2枚セット、反射してすいません。善逸、伊之助、炭治郎ちょっと半分ですけどね。で、煉獄さんですね。はい、で、裏が善逸になってます。反射しててすいません。はい、ちょっと2枚はちょっといいですね。もう選べる感じだったんですけど、もう選べない感じでしたね。もう私の中では引いた時もほとんどくじがない感じでしたね。で、H 賞のチョコットチャームの善逸と、善逸かわいいですね。善逸と炭治郎もかわいい。炭治郎と猪之助ですね。猪之助もかわいい。はい、禰豆子もあって、禰豆子はもともとなかったですね。もうなかった、くじになかった、くじっていうか商品がなかったんですかね。はい、で、ガサガサしてますが、 F 賞のチョコぬいぐるみ。合ってんの？読んでください、代わりに。はい、はい、のデイズですね。さあ、当たりました。いや、かわいいデイズ。ただね、天元さんの方が大きいんです。はい、わかるかな。顔は大きいんですけど、天元さんの方が座らせると大きいです。はい、当たりました。嬉しい。じゃあ、履けます。で、ほんとね、このこれはちょっと嬉しくて、師匠の、しのぶさんのフィギュアが当たりましたね。しのぶさん推しじゃないんですけど、このしのぶさんはちょっと欲しくて狙ってたもので、ちょっとこれは本当店員さんに感謝です。はい、で、下がこんな蝶々のクリアになってる台なんですよ。これすごい欲しくて、欲しかった。はい、やばいです。ここに刀もあって、ちょっと飾ろうかなと思います。かわいい。はい、ちょっと履けますね。で、私でも全部ね、ラストになったので、ラストワン賞かをもらいました。いや、ほんとこれは店員さんに感謝ですね。感謝してるわ。ラストワン賞の牛さんのフィギュア見えるかな。ちょっと移動するね。はい、こんな感じで、ちょっと見にくいんですけど、技をしてる牛さんです。ちょっと箱から全然出せなくてすいません。こんな感じで、最後の1個を引くと手に入るということで、最後の1個ですね。ガサガサしたわ、音が。またね、お部屋紹介とかもしていきたいので、まあ、多分見たい人いないかもしれないんですけど、リズムやっていきたいなと思います。で、今回はこの辺で終わりたいんですけど、
今日ねちょっと買ったものがあって、このサボリーヌやったっけ、サボリーノを買いました。朝用マスク、このシリーズ結構買ってて、夜シリーズと朝シリーズがあるんですけど、朝使いますね。はい、もうこれつけたらすぐファンデっていう、この素晴らしいマスク、やばいですね。はい、しのぶさん買いました。こんな感じで、かわいい。こんな感じですね。私ちょっとリンゴアレルギーなんですけど、リンゴが入ってるみたいなんですけど、かゆかゆにならないので、はい、いいですね。これは金額的には一緒ですね。440円ぐらいやったと思います。一緒。本当にパッケージが、しのぶさんかしのぶさんじゃないかぐらいなので、イノスケもあって、全一もあったんですけど、この匂いが良くて、この匂いがしのぶさんだったので、はい、買いました。多分全一とイノスケも買うと思います。はい、これを買いましたね。かわいい。はい。受けます。でもう一つ買ったのがあって、これはちょっと勉強にね使いたいなと思って買いましたね。これは下敷きですね。はい、ちょっと反射してますけど、これ猪之助に惹かれて買いました。前置も可愛い。こっちはかまぼこ体なんですけど、裏がこんな感じで柱がいますね。ふいくんもいるし、りゅうもいるし、天狗さんもいるし、しのぶさんもいるし、煉獄さんもいるし、これでちょっとね、来年ちょっと試験があるので頑張りたいと思います。はい、かわいい、履けますね。で、もう一個買ったものがあって、ちょっと待ってくださいね。もう一個買ったもの、さっきちょっとね撮ってたんですけど、テイク2になっちゃって、天狗さんめっちゃあれやわ、反射してるわ。ビックリマンを買いました。鬼滅の刃マン2チョコ4個買ったんですよ。で、ここにね、こんな感じで見るかな、飲みにくい、こんな感じで、やばくないですか。4つ買っても開封したんですよ、さっきのテイク2なんでラインナップ、この柄とこの柄とこの柄とこの煉獄さんとしのぶさんと牛が乗ってるやつ4つ買いました。ちょっと待ってね、4つ買いました。開封してるんですけども、食べたいよで、出たのがねずこと、このバッグね、ちょっと可愛いんですよ。ちょっとこの、なんていうかな、わかるかな、ちょっとわかりにくいね。メタリック、メタル感じになってて、これとで、業名とで、炭治郎&ねずこと、で、煉獄さんが出ました。煉獄さんめっちゃ引くんですよね。今回押し出なかったです、悔しい。演武もあるので、また買って開封しようかなと思います。今回も開封しちゃったんですけどね。はい、今回はこの辺で終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございます。バイバーイ。